さんおはようございます。インターマークボイキンタクです。全国高校サッカー選手権山形県大会2024年期対戦来ました。羽黒は3回戦スタート、青山から米沢工業、神山名人が坂田南の勝者、坂田南と当たれば面白いです。ただ鶴岡東や日大や 山形中央も待ってますし、あと前回優勝の山形明生、まあ優勝を予想するとしたらどこだろうね。鶴岡東が番狂わせ今年起こる可能性もあるかもしれないが、まあ、あくまで予想します。羽黒が優勝すると予想します。2年ぶりの頂点が楽しみでございます。はい、いやー、この勝負はわからないです、私でも。はい、どう思ったかコメントでお願いします。あとチャンネル登録もどうぞよろしくお願いします。まああとは実力のあるチームと差のないところもありますからね。はい、注目していきましょう。日本代表屈指の選手に目指してほしいとの目標ですね、会長が。はい、というわけで以上でございます。バイバーイ。